何か提案がある。意見があればいつでも来い。何か提案があるのか。意見があれば何か提案があるのか。意見があれば。今日はどうするの？また来てね。どの任務を引き受ける？またいつでも来い。いいものが揃っている。また来てくれよ。いらっしゃい。また来てちょうだい。最後に勝利するのは俺たちだ。休息も兵士の仕事だ。やれ。お。この訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。なあ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな、ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。
こんなところでへこたれちゃいらんねえ。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい。だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえなミカさん、いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配だから。俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。なんだよ。まあ確かに付き合いは長いけどよ、あのやりとりをどう見たら仲がいいと思うんだ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いし、さっさと休もうぜ。やれやれ。生きて帰って初めて一人前だ。珍しいな、お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。そっか、さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前、最近すっげえ頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。おい、何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません兵長。ちっ、それでなぜお前がここにいる。まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんでな。エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導。さあな、理由は俺も知らん。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。
きなり個別指導なんてどういう風の吹き回しなんだろうな。お前のそういう前向きなとこ俺も見習いてえな。実験日和だ。さあ行くよ。わけで巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろう。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない。本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。チッ、了解だ。さあ、捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。
は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。急いで拠点を。一緒に可愛い子を捕まえよう。相手する。狙い通り。面倒なことをさせやがる。リヴァイ、もっとやる気出してよ。人類が勝利するためには大切なことなんだ。当然だ。拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。軍隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。捕らえた。こいつは通していいんだよな。いや、あれ、とんだ任務だ。言ってやろう。すみません、手を借りられて助かってます。ああ、いいんだ。お前も大変だな。ありがとう。その調子で頼むよ。はい、了解です。やつは捕獲対象じゃないよな。おっ、狙い通り。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。あっちに強い巨人がいるのかな。はい、ありがとう。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はしますが。あんなの余裕だ。また巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼むよ。縁談か。救援に向かおう。拠点を立てな。倒さ。当然さ。はい、ご苦労様。引き続きお願いするよ。お願いされても。相手する。ハンジ分隊長、拠点の設営予定地点に巨人を発見しました。どれどれ。あの子も違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。狙い通り。落ちた。狙い通り。討伐完了。拠点を設営します。軍隊長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。すごいけど、もっと私たちを信じて頼って。ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。
無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。完璧だろ。そっちは片付いたね、オルオ。引き続き頼むよ。もう帰りて。拠点の設営予定地点に巨人がいますが。あの子か。ちょっと違うかな。あ、討伐していいよ。どうだ、まだ戦えるか。こいつだ、自分の心配だけしとけ。狙い通り。当然さ。拠点の設営が完了しました。よしよし、だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。軍隊長、興奮しすぎです。設営予定地にいる巨人を排除します。よろしいでしょうか。あの子も排除でいいや。うるさま、行ってやろう。完璧だろ。よし、これで拠点を設営できた。軍隊長、すべての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえから。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。当然だ。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。拠点さん、先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。完璧だ。巨人に狙いを定めろ。その装備を使って捕獲するんだ。確実に捕獲するんだ。
てやろう。観念してもらうよ。何としても連れて帰るからね。分隊長、落ち着いていきましょう。面白いやつだ。完璧だろ。あんなの余裕だ。ハンジ、いい加減にしろ。バカいらないでよ、リヴァイ。こんなチャンスを見逃してどうするのさ。行ってやろう。相手する。あんなの余裕さ。おめでとうございます。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。いける、これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。狙い通り。次だろ、あのクソメガネ。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。これ以上は付き合わねえ。捕らえた。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして捕まった仲間を助けに来たってこと？そんなわけねえだろう。退路を確保しましょう、分隊長。人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。とも思ったけど仕方ないか。
の最後に手ごわい奴が出てきたな。この作戦は終わりにするぞ。ああ捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。あっ終わりだ、さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。おい、本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。うん、うなじ以外の弱点がないか確認しないとね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。うん、だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、フィルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい。軍隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、軍隊長。